こでニュース速報です。2020年6月2日に日本でもリリースされたライアットゲームズが開発、運営している FPS、バロラントがコミスタでもプレイできるようになったとの情報が入りました。この発表を受け、コミスタには早速バロラントをプレイしようと問い合わせが入っている模様です。以上、ニュース速報でした。こんにちはー、こんにちは。はい、ということで、今回もコミスタチャンネル始めていきましょう。ということで、私、コミスタ店長、信也です。よろしくお願いします。私も店長の三好です。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日もよろしくお願いいたします。早速ですけど、三好店長、見ました、さっきの。ニュース速報見ました。ついにですよ。バロラント。はい。コミスタでも導入ですね。はい。はい。6月2日に、実は日本でもリリースをされて、ぜひともね、コミスタでも導入したいと、会社にね、はい。懇願したところ、心よく、快諾をいただきまして、はい。導入することが決定いたしましたいやー、実に楽しみですね。はい、楽しみです。はい。まあ、皆様は、バロラント、もうご存知の方もいらっしゃれば、知らないって方もいらっしゃるかと思いますので、ここで一つですね、バロラントのご説明を、三好店長、お願いしてよろしいですか？はい。はい。では、今からバロラントの説明をしていきたいと思います。お願いします。バロラントはですね、ライアットゲームズの新作 FPS、エージェントと呼ばれる、多種多様なスキルを持つキャラクターたちを使った5対5の、チームベース FPS です。爆弾設置ルールを、採用しており、爆弾を、スパイクと呼ばれる爆弾をですね、設置する側と、それを阻止する側。爆弾は設置しないでっていう、分かれて、戦います。で、設置する方は、設置をして、うまく爆発すれば勝利。はい。で、阻止する方は、爆弾を、設置を防ぐ。もしくは、爆弾を設置された後に、解除をして、爆発を防ぐ。もしくは、敵チームを全員撃破すれば勝利になります。はい。結構シンプルですね。はい。わかりやすいルールだと思います。でですね、エージェントごとにスキルとアルティメットスキルというのがありまして、それらを駆使して自分チームを勝利に導いていくといったゲーム性でございます。なるほど。はい。ですね、あと、ラウンド制となっておりまして、こう順番に、攻め側と攻撃。攻め側と防御側とね。そうです。はい。ラウンドで分かれてやっていくんですけども、そのラウンドごとに、防具やスキルを購入したり、武器とかを、購入する。そうですよね。はい。その、ラウンド、1個前のラウンドの結果によってもらえるお金といいますか、買える金額というのが全然左右されますので、その積み重ね、いいプレーをすればするほど強くなれるといった形になります。最初に武器を買うんですよね。そうですね。最初の持ち金の中から、銃を買ったりですとか、はい、防具を買ったりですとか、はい、はい。んですけども、より良いプレーをすればするほど、それを、お金がたくさんもらえるので、ラウンドごとにどんどん強くなれるといった。いいですね。はい、ゲーム性ですね。またその武器の、どの武器を購入するかとかによっても、その駆け引きも、はい、なんか重要になってくるんですよね。あると思います。近距離、中距離とか、遠距離とか。チームごとにそこも、チャットで話しながらとか、突っ込むから、後ろから援護よろしく、じゃこの武器で、みたいなのもあると思いますね。はい。あともう一つがですね、リコイルシステムといいまして、結構、Apex とか、PUBG プレイした方は、は結構走りながら打ったりとか、ジャンプしながら打ったりとか、そういった動きが結構見られると思うんですけども、今回バロラントはですね、動きながら打つと全く当たらないんですよ。そうですね。実際私と三好もですね、はい、実際やってみたんですけど、私なんですか、普通に走りながらバーンって打ったら全然違う、剣道違いに全く当たらないんですよ。しっかりと止まってヘッドショットするっていうね。はい。大事ですよね。そうなんですよ。それを動きが、ちょっと慣れればもう簡単だとは思うんですけども、ちょっと最初は当たらないなっていうことがあるとは思います。はい。なので、そういったところは CSGO に似てるかなと思います。そしてキャラとかは、オーバーウォッチとか Apex に似てる。その辺を足して、うまいこと、まとめた、そういったゲームですね。なるほどですね。はい。以上で、面白いゲームですよね。以上で、説明を。以上ですか。はい。わかりました。と思います。はい。まだまだこれ6月2日にリリースされたばっかりってことで、やっぱり我々初心者がいきなりね、プレイヤーの中に入っていくと非常にご迷惑をかけてしまうんじゃないかと。そういうところがあるんですが、まだまだ始まったばっかりってことで、まだまだ入り込む余地はあるのかな。余地もありますね。ありますね。そのために今、狙撃場で必死に練習してますけど、小さな積み重ねが、自分のエイム力を高める。はい。といったことでございますね。いや、実際にもう実は、コミスタではもうバロラント導入されて、すでにもう、プレイされてお客様に見えますからね。はい、そうなんですね。特にバロラントを始めましたっていうことも実際はしないんですけども、もう来てプレイされてる方が実際にいらっしゃいますので、はい、かなり注目のゲームかなと。ツイッターでは発表してますけどね。あ、そうですね。大丈夫ですか？失礼いたしました。はい。ツイッターもぜひフォローお願いします。フォローよろしくお願いします。はい、ということで今回はコミスタに新しくですね、導入された新作ゲーム、バロラントのご紹介をさせていただきました。ちょっと興味あるなっていう方もですね、ぜひコミスタに来て、楽しんでいただければと思います。また、バロラントのプレイ動画とか、そういったのも出せたらやっていきたいなとは思いますので、はい。練習しておきますので、ぜひ練習しておきます。はい。ということで、よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは本日はこの辺で、締めましょうかね。それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。